今回はカローラクロスと T6 と ZRV この3台を比較してみてやっていきたいと思います。いつも通りサイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS、ナビ、メーター、快適装備、納期というところで9項目見ていきたいと思います。じゃあサイズこんな感じと、今回カローラクロスがハイブリッド Z で T6 がディーゼルの R ラインで、 ZRV が EHEV-Z ということで、いずれもなるべく、まあ、ディーゼルハイブリッドで揃えて上位グレードと。で FF ですね、最近ちょっとね四駆の車とか出してましたけど、今回は FF ということで、一番大きいのが基本的には ZRV なんだけど、前後に関してはカルクルも同様と。で一番コンパクトな車って意味では T6 がね、まあ、一番コンパクトだよと。ただし重量はカロクロの方が軽いよと。で全幅はカロクロと同じだよということで、まあいい感じにサイズはばらけたのかなと思いつつやっていきたいと思います。確か T6 ってゴルフベースの SUV なんで、そういう意味では C セグメントで多分いいはずなんですけど、意外と 4.2 メーターぐらいしかないんですね。だってこれの下に確か T クロスがポロベースでありますからね。まあワーゲン僕童貞なんでね、あんまり詳しいことはね、トヨタ車とかよりは全然詳しくないんですけどね。じゃあ最小回転半径ね、 5.2 メーター 5.0 メーター 5.5 メーターと、まあ一番大きい ZRV はしゃあないとしても、まあカローラクロスと T6 でこれだけの差があるよというような感じです。まあでもそんなに気にならないかなってぐらいですね。まあサイズもそんなに違うんで、まあしゃあないでしょうと。で燃費ですよね。これが 26.4、19.5、22.0 ということで、ただし廃屋だ、違う、ディーゼルだから ZRV とは逆転するかもしれない。あの燃料代って意味でね。ただ、この DFF エンジンっていうのが新しいエンジンだったら大丈夫なんですけど、僕エンジンの型式調べたんですけど、いつからこれ作ってるのか分かんないんで、もしこれがちょっと前10年ぐらい使ってるエンジンだとすると、例のねディーゼルゲート事件であのやらかしたエンジンの可能性もあると。だからそのエンジンだった場合には T6 はまあ、ちょっとディーゼルエンジンのフィーリングがよろしくないんじゃないかと。いや、ディーゼルゲートで、あの、排ガス規制、イカサマやっちゃったエンジンを、あの、出力を抑えて無理やり排ガス基準をクリアしたみたいな車の可能性があるっていう。まあ、ただ、もう新しい車だし、そんなのはないと思う。あの、Q3 がね、あの、ディーゼルゲートのエンジンをそのまま使ってたみたいですけど、多分、あれと型式違うんで、大丈夫だと思いますけどね。そこはね、ちょっと、いつから使ってるエンジンなんですかとか、聞いた方がいいかもしれないですね、セールスさんに。じゃあ、外装ね、エクステリア。これは、ZRV かなと。理由は、カロクロはリアのウィンカーとかバックランプが豆球ですよと。で、T6 に関しては、フル LED の透過類というところはいいんですが、ダミーマフラーなんですよ。そう。これ、フォルクスワーゲングループのね、当時の流行りっていうか、ゴルフ8とかもそうなんですけど、マフラーがね、ダミーなんですよ。だから、まあ、お子様が触っても熱くないっていうところに関しては、いいんだけど、まあ、ただただ、いらんもんつけたなっていう感じがしちゃうんで、もう本当に、ちょっとした、ブラックサンダー置きにしか使えないような。ブラックサンダーすら置けないんじゃないかな。メルセデスは一応スマホ置くぐらいはできますけど、あの GLB のダミーマフラーとかはね、iPhone 通常サイズぐらいだったら置けますけど、フォルクスワーゲングループの、これは、まあ、正直何も置けないよと、いうような状況ですね。で、ZRV はもうフル LED の透過で、ちなみに全部デイライトとかありますから、その辺は安心していただいて、マフラー周りの不満もないよ、というところですね。ちゃんと本物マフラーついてます。
で、内装ですよね。内装は ZR-V ですね。やっぱ ZR-V の内装パネルもいいし、アルミのパドルシフトがついてる点はいいよと。で、T-Lockがいい点としては派手めなアンビエントライトがついてると。で、カローラクロスは、まあ、良くも悪くもカローラって感じの、まあ、ザ・大衆車的な内装ですよね。で、正直 T-Lockとカロクロの内装パネルの質感とかはそんな変わんないんじゃないかなっていう。で、T-Lockもね、まあ言ったら、フォルクスワーゲングループがディーゼルゲート事件ってさっき話をしたけど、それの賠償金のせいなのか、内装の質感下がっちゃってるんですよね。昔のワーゲンの車と比べてって話ですけど。この辺がね、ちょっとネガになってくると。ゴルフ8とかもね、内装の質感明らか下がったっていうのでね、当時物議醸してましたもんね。この辺の内装に関しては、フォルクスワーゲングループ今厳しいものがあるなというところですね。ということで、内装に関しては T-Lock 結構、まあ、ディーゼルゲートの賠償金で厳しいものがあるなと。じゃあ運転支援、安全装備、これはカローラクロスかなと。トヨタがいいのはやっぱね、プロアクティブドライビングアシストがついてると。で、カロクロと ZR-V にはパノラミックビューモニターもついてるというところで、逆に言うと T-Lock にはラウンドビューモニターとかの類がないと。その辺は残念ですよね。ただカロクロと T-Lock には一応自動駐車機能があるよと。で、カローラクロスは少なくともセンサー前後左右ついてるんで、巻き込みのパーキングサポートブレーキとかもついてるよと。逆にパークアシストついてるのに T-Lock ではアラウンドビューないんだな。ただ T-Lock と ZR-V がいい点としてはアダプティブハイビームがついてると。だ、暗いとこだけ照らしてくれるハイテクなハイビームシステムがついてると。カローラクロスは明るいところがあったら全部ロービームにしちゃう、ハイロー切り替え式のオートハイビームにとどまるんですけどね。まあ、もっと言うとね、アウディ Q3 とかも保安基準の都合かなんかでアダプティブハイビームつけれない、マトリックスヘッドライトになってないとのことなので、日本仕様は、まあ、この辺はねやっぱ惜しいですよね。そうなんですよ。アニメーションライトかなんかが Q3 は日本の保安基準に引っかかるかなんかでつけれないって言ってましたね。この辺はちょっと惜しいなというところで、まあ逆に T-Lock にはついてるよと。まあアニメーションライトじゃないっていうのもあるんでしょうけどね。じゃあナビメーターね、これはねカロクロかなと。で、まあ、ナビとかメーターはやっぱ ZR-V とか今カロクロの方がいいかなと。ちょっと T-Lock は情報量が減っちゃったっていうのと、あとナビに関しては T-Lock はもう、ワーゲンはね、もうおなじみのね、ディスカバープロ。ね、もうディスカプロじゃないディスカバープロっていうね。だからディスカバークソって言ったらいいんかな。ひどいですよね、あれね。ね、ほんと、まあ、言ったら目的地検索がね、駅名とかで調べてもヒットしないっていうね。大宮駅とかって入れても目的地が出ない時があるっていう、その施設名称みたいなので。で、羽田空港とかって入れても出なかったりしたという、目的地検索が壊滅的にダメなナビだったんですよ。で、さらに言うとワーゲンのナビは高速道路のパネル表示が出ないんですよね。この辺もちょっとだからナビがなーっていうところはありますよね。ディスカバープロね、なんか輸入車のナビの中でも相当ダメだなっていう感じがしちゃいます。もう本当あれやばいと思いますよ、正直。で、出そうなところスワイプするとなんかね、身に覚えのない周辺の駐車場検索みたいなの書きちゃって、サービスエリアとかインターとかの予想通過時間が出ないっていうね、
ナビはね、ほんとどうにかした方がいいと思う。ということで、まあ、ナビがもう T6 は壊滅的にダメだよと。普通に BM とかよりもダメですね。じゃあ快適装備ね。ZR-V と。で、T6 と ZR-V にはパドルがついてるよとかあるんですけど、ZR-V がやっぱね、リアシートヒーターとか、BOSE のスピーカーがついてたり、助手席のパワーシートがあったり、いいと、確か T6 ってパワーシートついてたかどうかすら怪しいんで、ゴルフはないんですよ。ゴルフ R はついてたけどね。そこも惜しい点。で、なんか GTI だっけなんか。GTI か。R じゃなくて GTI だよね、確か。そう、それだとパワーシートつくんですけどね。で、カローラクロスでは、まあ、ドラレコが内蔵だったり、1500ワットのコンセントがついてたり、その辺のね、利便性はいいよということで。納期がね、こんな感じですよ、ということでありがとうございました。